当たってる当たってる当たってるよっ、あ、かかった。お、来た来た、ここか。おー、入った。はいや、勝負早っ。いやもう、すごい、いやもうこういう家に住みたいよ。マグリ、なんで今またそこなんでそこだけ女優になってんの。なかなかお師匠さん面白いな。あれ、ただ師匠は指導教育もしなきゃいけないですからね。誰のですか。君だよ、君。もうここ魚釣れないからならない。いや、お笑いチャンネルじゃないですか、マスター。趣旨が違ってるんですか。趣旨の理解するの大事だ。魚よ。うまそう。これ食べてください。どうぞ、じゃあ食べてみて。はい、どうぞ。やっとらさまでやってます。踊ってます。サマフ両南国。師匠、師匠とここに来られて。ハヤトチャンネル最高。違うか。宣伝部長、宣伝部長、ピカイチのプライベートステイ結構いい施設なので泊まりに来てください。ハヤトチャンネル。何台目が水の中入水地さったっけ。このライトは1台目と2台目が1個落としたって言わなかった。1個水の中を落としてもう1個これも2台目も水の中を落としたっす。で、それ3台目、こいつ3台目です。ジェイソルブラザーズ。ジェイソルブラザーズですよ。マサさんだけですよ、喜ぶのは。本当になんでですか。自分が言われるの待ってんじゃないですか。3代目とか言ったらジェイソルブラザーズしかねえじゃないですか。これはこれはこれはじゃないですよ。関東のハゼ釣り王じゃないですか。全然意味がわからないですけど。僕をこんなとこ組んだりまで引っ張り出して何させようって気ですか。僕はお家で寝たいんですよ、あったかく。もうぬくぬくって。このね、出来合いだけどさ、ほど一回こうね、手でこう伸ばすんですよ、必ず。基本プレイですね、これ基本プレイです。じゃあいつものようにつけさせていただきますね、さんの力。さすが。やれ、マサは何やっとるんだって言われるから言いませんよ。はい。まあいいっすよね、これで。やりましょう、ちょっと、はい、当たってますね。うん、当たってる、当たってる。行ってみますか。お、来てる。何外れた。何のことでしょう。あのかかってる、ちょっと待って。当たってる、当たってる、当たってる。よっ、あ、かかった。あ、今度かかった。え、かかった、かかってる。なんかかかってるね、ちっちゃいのが。何でしょう。銀色、ウナ。ウナじゃない、何これ。違う。ああ、出た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 。カライワシ、カライワシ。これカライワシ、これこれ尻尾が長いんですよね。うん、ね、南の魚だったんですけどね、すっかり。こんなもんかな、うん、20センチないぐらいかな、ね、もっとでかくなるとルアーとかにもね来るんだけど。はい、猫にゃん、どうした。お前逃げないの。はい、猫にゃん。お前猫にゃん逃げないじゃん、触らせてくれてんじゃん、猫にゃん。お、来た来た、コカマス。お、ナイス。ちっちゃ。ナイス。
まあ、コカマスだけど、カマスはカマス。おはようございます。ということで、移動します。いい天気だ。ご一行は一路外房へ向かいます。おー入った。早っ、勝負早っ。勝負早っ、めっちゃ引く。しかもまた3つ、また3つだよ。これどうすんだっけ。あ、これね、暗証番号をね、前日に教えてもらってるので、暗証番号を入力してから解錠します。チェックインが3時になってます。ダメだ、ダメだって。だからあと1分、あと1分ちゃんとね、 3時になっても開かなかったら本当に問題だよね。そう、ちゃんと3時になったら開くようになってますから。本当ですか、うん。広いね。広い。これなんかなんて言うんだろう。もう荷物置き場的なこと。いやーもう、あーすごい。いやーもうこういう家に住みたいよ。これなんだ。お風呂じゃない。めっちゃ綺麗。わーすごい。洗濯機までついてんじゃん。洗濯できるね。住めるじゃん。なにここ、嘘でしょ。こっちじゃないかい、ま、こっちじゃないかい。何やってんの。はぁ、うわぁ、ハンモックがあるよ。なんかでもすごいね。そ、外見からはこんな素敵だと思わないもんね、うん。あ、これバーベキューできるんじゃないの。ああ、なんか写真より全然広く感じる。確かに、リポーターうまいな、プロみたい。なんかそういう仕事してたんですか。かつて。いやでも今はね、ほんと別にレポート素で見てるんだけど。素で見てるね。うーわーすごい。いいね、綺麗、めっちゃ綺麗。すごいね、すごいね。めっちゃ綺麗。なんで興味してたの、なんなの、なんでこういうの。一人だけなんか、そう、こうなんでこう、ずかずかと。ペットとかもこれできるのか。そういうことだ。すごいじゃん、3つの部屋あんじゃん。と、スリーベッドルームって書いてあった。うわー。あ、出た出た。めっちゃ綺麗。すごいふかふかしてる。ねえ。わ、ねえ、待って、そっちの、あ、テレビこっちにもついてる。なにこれ。いいね。なんで、しかもさ、なんかこの角度がすごい気になる。すごい。こういうことじゃない。寝てても見れるってこと。うん、そういうこと。いや
してあれしてるんだ。うわすごい。スリーベッドルーム。おいすー。あー住みたい。おいよいに。わー。いただきます。すいません。はい。飲み物入ってるよ。あ、ほんと。シャンパン入ってる。これウェルカムドリンク。マジでカバーじゃん。そうだね。なんか勉強とかパソコンのデスクワークもできるし、俺はいいね。魚釣りとかして外房でね、一泊してまた釣りに行って帰るとかね。何本ほどこれ酒持ってきてんの。これもうそれぐらいやんだけどね。すごいこれ。どんだけ酒を飲む気で。マサ、負けじと働かないと。マサ、荷物運んだり。死んじゃいますよ。あなたにこき使われてさんが。じゃあキッチンは。え、これも使っていいの？いやー、じゃあもういらなかったね。なんかいろんな変な借り切ったな。マサ楽しそうですね。人生でこんな楽しい日なかったんじゃないですか。失礼だよ。失礼だよね。Wi-Fi もね、ありますね。便利。これかな？多分。あ、そうです。キッチンめっちゃ広いね。いいなぁ、もう。ね。ほんと、こういうとこだったらさ、料理する気大増だよ。開けちゃっていいの？あとあれか。かなりいっぱいあって、もう何も持ってこなくても本当はいいぐらいだな。何が食いたいって言ってくれれば千秋さん、はい、作りますからね。はい、マサさん、ちょうどいいベッドありましたよ。そうだ。マサ寝る場所あった。やりませんよ。乗りませんよ。乗るじゃないですよ。これね、違うの、もう遅いから、うん、多分もうこのままダメになっちゃうから。千秋さん、うんうん、わすごい、キャロライナリーパー。うん、え、じゃあマサもう帰るんですか。ちょっと後で。あ、帰っていいんですか。いやー、それは非常に願ったり叶ったりってことじゃないですか、ジャンキさんにね。いやいや、ジャンキさんのおはやさんも頑張ったんですよ。疑いたくない。もうビールでやっぱ行こうと思ったら今、冷やしてる。めっちゃいいスペース、これ。大丈夫か。なんでお前が外に来た。なんとなく。なんとなくじゃない、あったかい服着た。いじくられ倒してます。俺と同じ匂いするんですよ。なんか口悪そうだもん。いや、口は悪くないんだけど、とにかく。あ、性格悪い。いや、性格いいんですよ。悪くはないの。もう何でも言っちゃう。何が悪い、何が悪いんだよ。人をいじるのがね、もう趣味なの。いじられるようなことしてるから。してないよ。三河さん、厚めにお願いします。無視。凍っとるんすよ、まだ。凍ってますね。可愛げある辛味じゃないかな、危ない。香りはいいけど、これうまそうな肉だな。これマグリです。だってホイルに違う感じの状態で、あの炭の中にぶっ込むんですよ。貝って、まあどっちかに開くじゃないですか。確かに。ギャーみたいなのがあって、どうしたらいいんだろうって言ったら、ある友達が、うん、そんなのホイルにくるんでぶっ込めば、なるほどね、いいんだよ、焼き芋みたいな。なるほど、勉強になるわ。やれメールでやれしてんの。豚肉だよ。豚肉の豚肉をワインとかニンニクとかいろいろ。ドクラミのシーチキンだ。うん、これ何？豚のリエット。あ、リエット。うん、あ、シーチキンね。すごい。もう本当に全部お任せして、もう本当に完璧。素晴らしい、マスさん。もう私何個も手出すとかありません。もう本当。
憧れてる。本当にもうだって天才、天才です。隼人さんに言われてきたんですよ。なんで？まさか分かってるんだろうな、今日は千秋さんがあるんだよって。お前作るんだろうなって。はい、分かりました。AD やりますって言って、そうだぞ、マサ寝るとこここだぞ。最低や。車寝るわ。今日施設を貸していただいているピカイチの奥担当の方です。ありがとうございます。お世話になってます。何かありましたら一言。ハヤトチャンネル最高。違うか。宣伝部長。宣伝部長。ピカイチのプライベートステイ、結構いい施設なので泊まりに来てください。イエーイ。いや本当にね、施設綺麗でびっくりしました。違う場所もありますんでね。そうですね、釣り場によってだと思うんですけど、アジと、はい、あとちっちゃいメジナとカマスと、あとこれがマイワシですね。ね、外房とっても素晴らしい場所なんで、すごくね魚釣りもいいです。そう、包丁使わないんだったらね、エラーここちぎってむしって、エラーのこの骨の黒い点あるんじゃないですか、エラの骨こうブチって手で握りつぶしてこうやって、そしたらこれを持って押さえて下にこう指を入れて引っ張ると腹膜も結構こう取れるんですよ。で水洗いして、でこれは開いて心臓とかエラを取るとこういう風になるわけじゃないですか。これをきれいに水洗いしてお水切って塩コショウして片栗粉まぶしてあげるとこういう形で。ツバメフライ、ツバメっつってよくやってたんですよ。小味はね、すごい楽なやり方ですよ。師匠喋ってもいいんですよ。カメラ持ったら一気に喋らなくなっちゃう。水曜どうでしょう的に喋っていいんですよ。いや俺水曜嫌いだもんな、仕事だしな。金曜がいいよな、やっぱな。これもうこれうざい。ごめんね、いらない。中で賞味杯お色直しで、お色直しだ。この赤いやつで出てくる。私の話？他に何がある？ちょっと落ち着けよ。はい、乾杯。はい、よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。うまっ。みんな飲んでるものが違う。それぞれのうまがね。ちょっと気分だけ味わったら中の方がいいかもしれない。マサさん興奮して上半身裸とかになっちゃダメですからね。僕は強いですよ、寒さや。僕は暑い方がいいです、ね、ダメですからね。しませんよ、はい、泣くぞ。泣かないもん、泣かないもん。大人だもん、私は。暑いし暑いし。やだ、そんなことしないでください。ゴー、千秋さんいいですか。何です、みんなで。ハマグリ投入。ハマグリ1、8、5。はい、とりあえずこれでいいんじゃない。なんで端っこなんだよ。ただそこだけ女優になってんだ。いやだよ、もう暑いじゃん、やけどするでしょ。なかなかお師匠さん面白いな。あれ少し長く。ただ師匠は指導教育もしなきゃいけないですからね。誰のですか。どうですか。君だよ、君。なんだよ、師匠譲ろうかな。ダメ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 、上長としての責任ありますからね。今日はハヤトチャンネルだから。そうです、はい。まずはどんどん変なやつが集まってくるんですけど。いや、いいんじゃないですか、楽しくて。そうですね、楽しいのが一番ですか。そうですね、楽しいのが一番ですか。生まれないかもしれない。ちょっと呼ばれない。呼ばれなかったらそういう人。商品の発想を持ってっていうことですね。絶対来ないです。言えば、くだらねえ。コロ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 と。うん、うまい。めっちゃうまっ。そんななんかヒートアップさせんだ。じゃないヒートアップで。あ、うまっ。リップ全然もう性格疑うよな。ちょっと待って、もう待って待って、もう、いや、私
本当もっとちゃんとしよう。大人になれない人もいるんだから、しょうがねえ、しょうがねえ。いや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 、うん、うまっ。大人になれてないし。あ、もうもうね、大丈夫。もうここ魚釣れないからつまらない。うん、マサちゃんもうここ帰ろう。うん、私そういうマサみたいな心ずばり私はできないから偉いなと思う。分かった、じゃあ食え。うるさいからお前とりあえずうるさいから食えって口に入ってる時はもう静かだ。確かに。でもそのブレスする時が相当うるせえ。ブレスの時がうるせえじゃないわ。まったくバカだらけ。次よ、次よ、呼ばれないぞお前。行きましょう。パイさん、豚、美味しい。そんで、このあの、ニンニクキムチを、まあ、1個でいいと思う。コチュジャンをつけます。うん、うまそう。で、折りたたんで食べる。ああ、なるほど、じゃあ食べてみて。はい、どうぞ。みんな見なくていい。あの、違うとこ向いて。あの、喋って喋って。わかった。もう、ほんとに。今更だろ、お前。はぁはぁはぁって。うん。デラウマですか。うん、デラウマ。絶対美味しいですよね。うん、あ、すいません、師匠。そうなんだ。なおさん。これ、ご師匠さんの奥様が。そうなんです。あ、ご師匠さんの奥様。なおさんが。美味しいですよ。すみません、ありがとうございます。私そうすぎて、そのまま絶対グラスに焼いて飲んで。ご主人さんの奥さん、あの、ほんと美味しいです。ありがとうございます。すんげえ、もう心配りがすごいわ。みんな優しいよね、みんな。心配りじゃないよね、金使ってない。金使ってるって多いね。僕と同じ匂いがするどころか、同じですよ、ご主人さん。これもう一個のやつはちょっと置いておいて。同じなんですか。同じですね。完全に同じですね。僕にはじゃあ危険な匂いがするってことですね。敵が増えたって。あ、やばいな。うん、ですね。ちょっと食べたい。じゃあ、椎茸入れてるからな。今、まさに今食べた。見てて言う、それがお前ツッコミじゃんね。口の中、椎茸今。はい。なかなか頑張ってるじゃん。頑張ってる。頑張ってるね。うん、すみませんね、ご師匠さん。ボケのわからない子なんですよ。わかんない。本当にボケのわからない子なんですよ。酔っ払うともっとわかんない。なおとまささん、帰っていいよね。2人でいいと思う。俺とご師匠さんだけ。すごいね。差しで。過去でフォロワーで5人は行く。少ない。もうちょっと行こう。最初2人きりしないでよって言ったんだよ。どうしようと思ったらな。本当だよ。お互い自己紹介。死と道にてすいませんって言って。嘘つけ。瞬発力あるね。17。あ、そうなんですか。全然わかんないです。17かと思った。未成年。返しが早い。やばいわ、これ。10時に帰んなきゃ。報道されますから。瞬発力あるね。そこで17歳の地図って言ってくれたらね、よかったのに。どういうの？ボケ始まるの。地図って何ですかみたいな。めっちゃめ天然だろ、ね、人波の中をかき分けですよ。ね、マサ。俺、歌い始めたら止まんないから絶対歌わないよ。シェリー歌いたかったんや。ほら、熱い。マサ、この炭こっちに移動した方がいいっすよ。バカなことやらせんじゃないよ。俺も上行ったよ。俺はもう泣いちゃって帰っちゃう家に。うん、帰るもん。絶対に。涙など見せない強さと。え？竹内まりや。強気なあなたが。間違えた。なんで合唱。あ、いける。バッチリ。オッケー。非常に美味しそうです。あ、素晴らしい。はい。じゃあマサさんに炭あげてください。やるよ。もう出た。ジョークラブか。癖がすごい。忙しい。お笑いチャンネル。お笑いチャンネルじゃないですか、マサ。趣旨が違ってるじゃないですか。趣旨の理解するの大事だ。あの、めんどくせえからやめてくれ。めんどくせえの二人だけにしてくんだ。千秋さんがやったら金太郎怒りますよ、お前さ。ハマグリを悪く言わないでください。せっかく帰ってきたんです。ちょっとハマグリ水分ちょっと飛んでんじゃないのこれ。そうや。それちょっと思った私は。ってことはもしかしたら、もういいのかも。めっちゃうまいハマグリ。ご師匠のやっぱり指導教育が足りてないんだと思う。足りてない。すみません。やっぱ一回頭丸めてきてもらう。
めっちゃうまハマグリ。マサさんとは2年ですね。2年で2年経ちます。2年でここまでしかなんない。うん、俺なんかお前3時間でここまでなった素晴らしい3時間でこうなるあのもうねもう喧嘩してしょうがないんですよ悪いことしてるんですよ一番ですよ僕のこと性格悪いですよねそうマッサンマジ性格悪いんですよなんでですかマジ性格悪いんですよ性格悪いですよ最近ちょっとね俺かいね、あの日数とは思えないでしょ綺麗です ね、 ねすごい師匠もっと褒めてって言ってますあもっと褒めてもっと褒めてってなんかちっちゃくねカマねカマね塩いっぱい振ってから焼いたらうまいっすねなんだのキッチマイこう下ろすでしょ腹開けた時にここまでこれこの穴から水入れたでしょここまで切るんですよこう覚えておいた方がいいよ林さんこう切ったらこっち側の上ここまで切っとくの包丁入れとくの、うん、そうすると後々下ろすのすごい楽になるそしたら回してもうそんな回収全部カットですかね教えてやってるんじゃないですか教えてお前のが綺麗だよいやすごいここは取っててください、うん、そこはもういやー今危ない危ない手取ってください手ざっくりざっくりのところでした今まんざらでもないしよくさすごい喜んでるもう照れてるもう今日帰ったら大変なことになっちゃうやってもう一人食いじゃんあ結構寝かしてるわうまいよねすごいよね教えた時あるよな俺の時に俺3歳だからその時教えた教えたよねもうやっぱ身が割れちゃうね林さんね身割れするんですよこの辺がね特に身割れしやすいこれしないでしょなんでか知ってる首切ると ここに筋があるんですよ、うん、白いの一本あるでしょこれ、うんね、これを切るんですよそうすると身割れしなくなる魚は全部えどういうことどういうことそのねそこの筋が引っ張られて結構身割れしやすいんですよあの大きい魚特にスズキとかも地域には関係ないことそうかもしれないなぜそうかもしれないいやいつか関係あるようになってやるでここまでしか入ってないじゃないですか骨は、うん、こう引くんですよはあこう引くんですよ結構斜めにいったんだそう骨が入ってるのでここだけなんで血合い骨は、はい、ここら辺から血合い骨なくなるんですよ、うん、ここ腹骨のこれに繋がっとるって、うん、おお気持ちいい最高スーモンさんが腰に巻くわけですシシオとここに来ないでもさいいコンビなんだろうね本当にね要はなんつうのあんまり見栄え良くないじゃないですかハスに入れて起こしてここでこう割っとくんですよで次を切った時にこれで起こしてこうやってやってこれが一貫をお寿司にするわけ寿司やのやつだでこの落としもまあ使えるんでもうねマッサンがこれ取ったらね何もないですからあすいませんすいませんすいませんもうなんで何もねってなんすかそれもうこれだけマッサン俺やろうか何もなくなるからそれ取ったらもうねえっすよ背のところのヒレのところそうそこ筋落ちね、うん、筋落ちも取れねえんだリアルなこれ丸ごとのも持ってっちゃう、うん、これもいいこれ今刺身ちょっとあれなんでどのぐらいここちょっとこうん刺身でこの辺取って私もこれは見てないんだけど刺身で何切れか取ってある時のやつ豪快っすねそれはい OK ですじゃあサクでくださいサクでくださいこうそ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 うはいはいうわめっちゃうまそうこれ炙るから一番いいわーすごいうわーえ炭で炭で炭でおーそうなる
ここら辺で電気プレイ、これ長年の付き合いだからね。そうね、もう2時間ぐらい経ちましたね。経ちましたね。あ、すいません。こっち飛ばすな、こっち。師匠すいません、師匠。あ、師匠。おっと思うときたまにある。最初の20秒。それは褒めすぎた。20秒って言い過ぎたかもしれないと思ったんだけど、20秒だけ可愛くて、その後の何時間その後可愛くないでしょ。可愛くない、ダメじゃん。可愛いと思ってんの。それは可愛くいたいと思ってますよ。今撮っちゃって、今撮っちゃって思ってますよ、それは思ってますよ、うん、だって、だって女として、じゃあだっていっぱい可愛い人見てきましたもん、うんなんで自分はこうじゃないんだろうって苛まれる人生ですもん。それは性格だよ。いや可愛いよね。いや可愛い、最初の20秒は。俺は18秒。2秒縮まってるじゃないか。できたできた。さすがです。すごいね。すごいよ。こっちで切るよ。じゃあ作り食べますか、ね、やってください。おーすごーい。うわめっちゃこれで可愛いな。そうそうそう、刺身を取ってください。すげー可愛い。俺を取るなよ。俺を取る。めっちゃ可愛くね。めっちゃ可愛いよこのカボス。でこれが中落ちで、おへあこれがね3枚しかないのがハラミ。これ一番前いわゆるトロのトロのこれ、ね、これ一番前と思う。これ食べな食べな。あ食べな。うん。お醤油に取って。食べな食べな。食べな食べな。食べな食べな。あ残すんだったら全部食べるから。お醤油をじゃじゃじゃみんなでつけて。腹立つな。腹立つな。やっぱね。うまいうまい。これはうまい。ここあれだよ、ボケの奥さんとしてやることは分かってるよな。どういう、あ、分かってます。いただきます。私は分かりません。おー、得意してる。なんか来た、これで本当の終わりです。本当ですか。金具触んないでお客さん、やけどするからね。はい、ジュクジュク乗ってるね。うん、これ1個食べてみよう。ひっくり返してレモンかけて、はい、かぶりつく。かぶりつく、OK。 レモンにまずかぶりつく。騙されない。うん、おいしい。皮とかがうまいんだよね。皮食べんの。いないよね。俺の中の根本的な女優が変わってきてるんだけど。こんなもんっすよ、みんな。こんなもん。こんなもんです。こんなもん。僕もずっと女優やってますよ。こんなもんです。女優やってます。そうだよね。大層女優ですか。そうだよね。こんなもんですか。こんなもんですよ。バグはない。やばい、見せたくない、見せたくない。ツイッターに載せてるのと一緒。簡単には見せられない。一人で起こしたら大笑いなんだけど、やってるのかな。明日の朝までやってろ。なんか踊ってます。上手だね。お寿司の登場。さすがお前、インドネシア人だろお前。さすが、さすが。これ未確認生物かもしれない。見たい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 。
きたい。俺ね、ハヤトチャンネル、解約するわ。解約しない。完全に解約するわ。解約するならこれ絶対食べれない。一口も。いや、分かった。テレビ3台あるから3台とも契約する。見て。あー、お、来てるじゃん。どう？早くしろ。すごいね。やだよ。相当高く上げてるじゃん。すごい。イエス。はい、これ見て、すごい、やだー、やっぱ、うまいな、これな、もう、やばすぎる、やばすぎる、やばいな、これな、マンザラさん、なんていうの、これおじいちゃん、おじいちゃん、よだれが、おじいちゃん、よだれがやばい、これやばい、おじいちゃんカッパ寿司で買ってきたな、これ。このマグロ、うまそうだね。うまそう。はい、はい、マグロ、マグロ、あ、やべ、はい、マグロ。よだれが肉だよ。サマ不良なんですよ、今。どうぞ、食べてください。おいしい。よかったです。マサさんが選んだやつを食べる。マサさんが選んだやつって、マジか。マサさん、まだこれもありますからね。あー、僕の大好きな。それはもうしけてるやつ。じゃあ、千秋さん、この辺がいいですね。これですか。今ね、師匠のね、箸持って待ってるのに、見取ったんですよ。そこはね、そこは狙わなきゃダメじゃん。これは狙う。師匠、これ、あれ全国の千秋ファンからのライブウィングで。やべ、全国の千秋ファン。やばい。これ大変なことになっちゃう。師匠、持っていくね。うまい、すごい。わかった、次でいい、次でいい、今の。同じです。必ず行くと食べる。はい、ちょっともう箸なんかいい。手が。その中にシークワーサーがあったんで、シークワーサーを2つ絞って、お酢の中入れて。すごいさっぱり。うん。ここでいい？うん。Happy birthday to you!Happy birthday to you!Happy birthday, dear Nao San Papa! これもありがとう!11 月 Happy birthday! ありがとうございます。はい、誕生日、お二人、素敵なご夫婦、ありがとうございます。じゃあ、次はボケバージョンで、ボケバージョン、じゃあ、もう一回、これ投げてもらっていい？ちょっとー、腕持ってるね。師匠持ってるんですよ。持ってるね。師匠持ってる。師匠持ってる。持ってる、ありがとうございます。持ってる、持ってる。ありがとうね。いいえ。千秋さん上手ですね。いや、こんなの死ぬほど簡単な、混ぜて固めるだけの。でも、いやでもそれ気持ちの問題だ。気持ち、気持ち。ちょっと今泣くとこかな。いや、泣くとこ、泣くとこ、泣くとこ、泣け、泣け。そうだ。いや、素晴らしい。素晴らしい。なおさん、よかったね。女子力高い。イエーイ。いや、もうずっと若い時から本当に友達の誕生日会で絶対ケーキ作ってたんですよ。あ、そうなんだ。うん。友達少ないんだけど。そう、出てきて一人だからね。一人二人だからね。そう、なんて、おい、タレントだよ、そう、タレントだよ。タレント魂出ました。もうついに誰も言わないから自分で言い始めた。トマト出ちゃった。トマト出ちゃった。あまり失礼なのか分かんないけど、別に千秋さんに言わない。芸能人とかいう概念がない。自分がだって思ってるから、自分のこと。意味が分かんないですよ。自分がジャニーズ。タタレントジャニーズ。ジャニーズ。自分がジャニーズ。あのね、よく冷やしてあると取れるんだよね。何ですか？一匹でいいよね。
ただお湯に入れただけで、そのさ、やっただけでなるんですよ、マジで。うめ、うまはやと味噌汁、うん、美味しいですよ、美味しいね、うん、うまい。よし、お世話になりました。片付けもできました。すごいね、朝は日当たりも良くて非常に爽やかです。風通しも良くてね。大体終わりっすか？終わりっす。マサさんらしからぬ所業ですね。なぜかゆず取りをさせられているっていうね。このいきなりここから見たらもう全く意味がわからない。このね、玉の裏に枝があるパターン。どうぞ、いい、気をつけてよ、マサ。そのプレー危ないからね。いたしかいしだからね、そのプレーは。かなりやってるよ、これ。これちょっと日本直販からもっといい高枝切りわさみをちょっと提供してもらわないと。何の伝票っすか？何でもやの。30分あたり1万5000円。高っ。マサ高いっす。何がマサさん高いっすよ。でも、早田さんが早く払ってくれるみたいなんだね。僕もっと単価高いから、詐欺をやっちゃうと大変だ。早田さんが1万5000円払ってくれるみたいな。Hello, Johnny!